ーかけるスポーツで、はい、あのストラックアウト、だから野球得意じゃない私が、はいはい、まあ大喜利で受けた数だけ投げれるんだったら勝つんじゃないかということで、うん、結果見てほしいんですけど、はいはい、バスケットのあれですよね。あ、そうですね、技術的にはバスケ、バスケシリーズ、大食いシリーズ、かつ今回この千葉とトモヤンがまだできる方っていう競技ダーツ、はいはいはい、でとりあえず15分間おにぎり1個が一矢になる感じですね。なるほど、1等になる、はい、1等になる。ダーツのカウントアップっていう、はい、まあ刺した数どんどん足してって最終的になんて点多い方勝ちっていうゲームがあるんですけど、はい、それでちょっと競っていただこうかな。私はもう確実に15分間だったら2人より多い量食いますよね、まあ、そうですね。だまず最初はおにぎり食います。ぜひよろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。おい、じゃあおにぎり準備してるんで。足りるか俺、本当に分かんなかった足りなかったらタイム止めて買いに走り出す。そうですね。では大喜利、はい、15分間のもう大食い対決、はい、いきますよ、はい、よーいスタートさあ15分間というのがどれだけのものなのか。喉の詰まりだけ気をつけてくださいね。1、はい、2だ、あ、2だ、1、ちょっとおにぎり足りない、行ってきて、足りない、足りない、絶対足りない、行ってきて。このままもう1ですね。さあ頑張れ頑張れ。1、3、はい、15分あるか、4、4、2、はい、2個目いった。じゃあ5個目食ってます。5個目は覚えますか。5個目、5本です。2足りました。あ、もう千葉なんかもう2本あればいいかなみたいな顔してる。もらえた6本くらいは行ってきたいですよね。6、まあでもニッチが多くて当たり前なんです、それは。はい、3、きた、7、3、ここで千葉とトモヤンは3-3で1ラウンドできます。ポニー君頑張ってください。運動会の実況、中山君とても辛そうですが頑張ってください。元気出るわ。出てる、マジか、変なやつ。さあどうだ、ニッチの速度がちょっと落ちてきているのか。8でした。残り9分半。負けるで、ダーツでもバカでも勝つ数字になってるって。8は、はいはい、9かな。食い切りしたから1回止めます。はいはい、4です。あ、お、早っ、マジ足りるかこれ。足りないかもこれ。いや、いけるかな、食えないもんね、量は。はいはい、サルド、はいはい、10です。10でした。4、ダーツはだから2ラウンドをフルで投げたいね、せめて。ニッチはもう3ラウンド、4ラウンド目に行ってるから今ニッチは1人で。あ、でもニッチも止まってる。お、千葉5個目を口に入れてる。すごい、お前食べ終わった。11、うん、11、ちょっと目がうつろすぎる、やばい。ちょっともうフォークの練習入っちゃうわそうだな、そっち温めた方がいいかもしれない。じゃあ確かに5食い終わりました。はい、5、6を出せるのか。マサイク、手が止まっています、頑張ってください。よっしゃー、やべえ、なんで銀投げてる。12だ。お兄さん5個目ですか。千葉6個目、6個いけたらまあでも勝機は、勝機は全然つかみ取れ、うん、勝機をこぼすのはつかみ取れでできますね。こう食べたグミの数だけ打てるパチンコやろよ125分ぐらいが13です。残り2分半あと9分いけ。お前嘘つくね。どうやって人を疑うことしかできないのか。なんだ、正論紳士、今日はできない。正論紳士、正論紳士、ブザービートあり、口の中ブザービートありです。でもあんまりにも入ってた場合の多かった。1分切った。お、千葉の6個目いった、いきそう、6個目いきそう。自分あるよ、まだ高めんで無理無理無理、お口の中でブザービートいけ。自分6個いった、7個目いった、自分7個目いった。14でフィニッシュくらいですか。これはもう、もう食えないもんね。残り15秒、入れる入れる、3秒、いけ。何してんのお前もったいない、おにぎりだけあげて。あ、終了ということで、持ち家の発表をいたします。トモヤンがおにぎり6個で6本です。続いて千葉が同じくおにぎり6個で6本です。ありがとうございます。そしてニッチがおにぎり14個で14本です。よし、ダブルスコア以上つけられました。じゃあ早速ダーツ会場の方に向かっていきましょう。
さあ、ということで我が家のダーツ部屋にやってまいりました。はい、で、一応3回ずつ投げていきますんで、はい、で、もう文字数が終わったらそこから投げていく、はい、まあ、ニッチが最後めちゃくちゃ投げるということですね。そうだね。はい、じゃあやっていきましょう。はい、じゃんけんで決めようか。そうだね。最初はグッ、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。そう、じゃあ1番。1番。最初はグッ、じゃんけんぽい。じゃあ、2番。2番。はい、じゃあニッチポニー、千葉の順投げていきます。はい、お願いします。一番高いのが2時のトリプルね。端のやつですよね。端が内側です。あ、内側か。はい、端がダブルです。ダブルいきます。やれんのかうちのダーツはあのヤジありだね。やれんのかやれんのか。上げる上げる。おい3のトリプル危ねえ。危ねえ。3のトリプル危ねえ。おい13トリプル。やばいやばいやばい。こういうのがあるんだよな。39ほっ。あー39、98、58点。うわ、全然高いですよ。高いよ。ちなみに高い高い。マジか。いや、これ久々にやるな。ポニーアマ、ポニーアマ、ね、僕はもうブル一本勝負でやれんのか。だってまあそうだよ、2回入ったらもう倍だもんね、今回の。ポニーブル入んのか。うわ、おいおい、結構6回しか流れねえんだぞ。そうなんだよ、6回しか投げる。なるほど、でもこの矢の癖は使いました。早っ。マジか。なるほどね。18シングル了解です。あっ、ちょ、うわー、ちょっとシャバシャバの54点。あ、シンプルなダーツで負けている。やばいやばい。あー、でも次で、次でじゃねえんだ、次じゃねえんだ。5ラウンドで言うんだ。まだまだ泣けてるからって。いきます。やれるか。帰る帰る。よー、おい、持ち方キモいぞ。1! おいおい真面目にやれよ。おいおいおい、これやばいんじゃないの。15点。おいおいおい、すごい。シンプルにダーツチーム頑張ってくださいと。ダーツチーム、さあ、2ラウンド目行きましょう。やれんのか。やれるわ。20だ。でも真ん中いってる。芝超えてるからね、この1投目。確かに。はっ、第1。いいよ、春日いるとこに入りました。1!22! いいよいいよいいよ。いや、でも150取らないとだ。そう、やばいよ。まあまあ、いきます。はい、確かに。うわっ、もうやばいやん。お、あと2回だぞ。よし、ラス2。いけ、やれんのか。7だ、トリプル。ええ。なるほどね、右上に行っちゃうから。そう、7トリプルを狙ったの。そしたら7トリプルやっちゃった。いきます、最後。うわー、入った入ってない。はい、うわー、41点。えぇー、しょっぺーしょっぺーしょっぺー。負けじゃん、絶対。マジで、ここで負けが確定する可能性もある。やっぱ3投だぞ。キモい。やじなし4、キモい。おぉ、50。やじなしブルだ。うわ、55。うわ、俺の1投目より少ないよ。うわー、最悪や。ここで2人はもう終了。現状何点何点。スコア僕が95点。チンチンやん。チンチン、チンとチンだ。チンとチンだったな。今合計何？80です。あー、一番負けた。一番負けた。何見せられてるの。無理だよ、だってまだあと9回ぐらい投げるし。あと8回8回が全部いっちゃったら8点。はっ、16。あ、もう紹介者かもしれない。もう君ら最悪。もう数の暴力だ。20。もう刺さりゃいいもんね。1。もうヤジも出ねえ。頑張れニッチ。頑張れニッチ。おい、うるぅ。さあ、おぉ、さあ、ほんとこういうの見たかったんで。はっ、6点。変な終わり方。合計得点249ということで、おしゃー、堂々の優勝。堂々の優勝。これは数の暴力やね。待って待って、シンプル負け。完全に胃袋には勝てねえ。前バスケで負けたからね。あ、そうですね。取り返した。これはいけたということで、おにぎり食ってダーツしただけです。いや、ほんとよ、ただの日常やん。
ボタンを。押せ。うまかった、ニッチがまあ、たまたまかもしれないけど、ちゃんと言ってたらあれでしたね。こんなことは言いたくないけど、だからわかんない、変な女とかがいいんだよな。よく思い出ない女とかがいいのかもしれない。もしかしたら、あんまやんないような。そうだね。言い方悪いけど。言い方悪い。そういう方がいいんだもんな。そのレベルじゃないと、立てない。立てないことになってるから。ということで、ちょっとまた次回の大食いかけるスポーツでお会いしましょう。ありがとうございました。